仮面。オタアーク。第50話、筋肉マン、オープニング、筋肉マン、ゴーファイト。お正月も一段落、年末年始は普段より忙しくて逆に疲れちゃうよ。おせちも飽きちゃったから今日は牛丼でいいかな。年末の風物詩、それはコミックマーケット。私は人混みが嫌いだから行きませんが。は？この声は、はっはっは、はあ、はっはっは。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。この世に救いがないならば、俺が救いになればいい。よろしく勇気、仮面、オタアーク。正月明けでは会いたくなかったんだけどな。2024年今年もよろしくだぜ。というわけで年末のコミケはお前はどこに行ったんだ？え？コミケって行ったことないよ。まあ俺ものんちゃんの同人誌は欲しいけど、コミケ自体は混んでるから行かないんだけどな。俺やお前みたいなタイプは意外と多いんだ。いや、同人誌もコミケも興味ないんだけど。じゃ、私は牛丼買って帰るから、じゃあね。牛丼一筋300年、うまいの、早いの、安いのーか。え？というわけで2024年最初の主題歌考察は、筋肉マンのオープニング考察だ。何やらよくわからんが、とにかくすごいめでたいぞ。いやちょっと忙し。カモンペガース、説明プリーズー。ザーサー、筋肉マンは1983年制作放送のテレビアニメ。原作漫画は少年ジャンプ連載。原作者はゆで卵。初期オープニング主題歌は、筋肉マンゴーファイト。作詞、森幸之丞。作曲、芹沢博明。歌、串田明。レーベルは日本コロムビア。サンキューペガース。というわけで今回は、ジャンプ黄金期を支えた一作で、アニメ化されたジャンプ作品の一作でもある、消しゴムもヒットした、筋肉マンのオープニング考察だ。筋肉マン、中山筋肉みたいな人？実写で言うならムキムキマンの方だろうが。ムキムキマン？よくわかんないよ。ムキムキマンの話をすると脱線となってしまうので差し控えるが、超人気メタルダーで、敵役、中東氏ムキムキマンといった役柄で参加しているので、ムキムキマンもある意味、超人としてカウントしてもいいかもしれないな。そういえば前回のバロムワンも超人とか言ってたよね。超人とは、神は死んだ、サラツストラは核語り機で有名なニーチェが、哲学的な思想で定義しているものと、我々特撮、アニメオタクが思い描く超人とでは、大きな隔たりがあるんだが、ここではあくまで特撮アニメ界での超人を語っていくぞ。この界隈での超人は、ズバリ、人の能力を超える力を持ったもの、という意味だな。超人バロムワンしかり、超人ロックしかり、筋肉マンしかり、だが超人という言葉を使わなくとも、アニメ特撮界隈の主人公は、ほぼ全て超人と言ってもいい能力者たちだな。確かに普通の人たちとは違う力を持ってるけどね。この超人たちは人間である場合もあれば、人間でない、人格を有した他種族の場合もある、筋肉マンも後者の、人以外の生物の超人だな。まあ、そんな地球外生命体である超人が、筋肉マンの世界では人々に認知された存在で普通に生活している。超人は有名人程度の認知度なんだが、これは現実世界でいうところのスポーツ選手、特にプロレスラーに近い扱いだな。プロレスラー？当時プロレスはアニメ特撮と同じ、少年たちのエンターテイメントの一つであったからな。筋肉マンの超人とプロレスは親和性が高いんだ。戦うところもリングが多いし、技もプロレス技に活用できるものが多い。実際のプロレスラーを参考にした超人キャラクターもいる。また逆に超人キャラクターを参考にした、現実のプロレスラーも生まれたりしたんだ。それじゃ筋肉マンも正義の超人でかっこいいの？斉藤隆夫先生の超人バロムワンはかっこいいんだけど、ゆで卵先生の筋肉マンはかっこ悪くて、空気が読めなくて、自意識過剰な勘違いダメ超人なんだ。まるであんたじゃん、そんなダメな人が主人公で面白いの？またまた、俺がダメとかジョークが上手になったな。自分がダメなの気がつけよ。チャンネル登録よろしくメカドック。ダメだから読者が共感できる主人公、そのダメ主人公が少しずつ成長して、本物の超人となる成長物語。そんな筋肉マンのオープニングなんだが、イントロと同時に串出しの掛け声が入る、オープニング映像も色とりどりな宇宙空間で。串出しの、ハッという掛け声、なんか祭りや正月感があって、めでたいオープニングとも言えるな。めでたいというかファンシーというか、正月の締め飾りや大漁旗の配色にも似ているから、めでたいと言ってもいいんじゃないか。配色だけで決められても、そんなめでたいイントロから串出しのセリフが入る。それは、ゴー、ゴー、マッスルだ。筋肉マンらしく筋肉を鼓舞する掛け声だな。イケイケ筋肉とかよく考えたらすごいセリフだよ。筋肉こそ正義、筋肉は全てを解決する。この思想は未だに時代が追いつけていない、シューティングゲーム調和2期にも通じる価値観だな。
またアンケートで女性の 90% 以上はマッチョ好きという結果が出たことで、セルジオ・オリバ、アーノルド・シュワルツェネッガー、ロックンローラーのアヤトラ、ヒューマンガスが女性にモテモテなことが判明したな。いや、マッチョ好きってそんなゴリゴリのマッチョじゃなくて、細マッチョってことなんじゃない？細マッチョなんてもんはこの世にはないんだよ。どれだけ筋肉を乗せれるか、最大限に筋肉をまとうことがマッチョなんだ。そんな極端な。そしてそんなゴリゴリなマッチョの筋肉マンの最初の歌詞は、リングに稲妻走り、炎の戦士を照らす、飛び散れ筋肉ビーム、勝利に向かってだ。歌詞の一発目でリングを持ってくるのは、戦いはリングで行われるプロレスを下敷きにしている、筋肉マンのバトルを表現している。そんな戦いの場では稲妻が走り、戦う超人たちは炎の戦士と呼ばれる、これは戦いをよりダイナミックに演出する言葉の装飾だな。稲妻とか炎とか派手なの好きだな。稲妻といえば稲妻レッグラリアーと、炎といえば炎のファイター、どちらもプロレス関連、男の心をくすぐりますな。そして飛び散れ筋肉ビームなんだが、この筋肉ビームなる技、筋肉マンがプロレス的戦いとなる前の、巨大化したりビームを打ったりして怪獣退治していた、ウルトラマン的コメディーストーリーだった頃の、筋肉マンの必殺技だな。ウルトラマンみたいな話だったんだね。それがだんだんとリング内で超人たちが戦う、対戦格闘プロレス的ストーリーへと変化していったんだな。ここまでの映像は宇宙を背景に、空中を舞う名だたる超人たち。ロビンマスクやテリーマンに目が行くけど、そこを平泳ぎでなんとか上昇する筋肉マン、かっこ悪いですな。筋肉マンだけ泳がないと宙に登れないんだね。いや、泳がなくてもこれこの通り、上昇できるんですけどね。じゃあ、さっきの平泳ぎは何だったのよ。そして様々な超人の空中戦、まずはラーメンマンと多分アトランティス。そしてカレクックとスペシャルマン、割と地味めな対戦カード。息子の方が有名になるブロッケンマンとスフィンクス。英国の血統ロビンマスクとバイキングマン。なんつーか超人のチョイスがクローと地味てるな。いつにも増して全く意味がわからないよ。そして空を飛びながら、筋肉ビームを照射する筋肉マン。その後なぜか他の超人に追われる筋肉マン、嫌われてるんでしょうか？ラーメンマンに分けられてるし。やっぱり筋肉マンってカッコ悪いよねー。カッコ悪いってのは、次の歌詞と映像こそがカッコ悪いってやつだぞ。え？次の歌詞はこうだ。私は、ドジで、強い、つもり、筋肉マン、走る、滑る、見事に、転ぶだ。筋肉マンの心の声を串田さんパートで歌われるが、私は強い、見事に走ると歌いたいところを、私はドジで強いつもりと、何のいいところもない歌詞で歌われてしまう。勘違い超人じゃない。映像も紳士のように女性の手の甲にキスをすれば、むちゃくちゃ怒った顔で容赦ないビンタを食らってしまう。気持ちはわかるけど、さっきの映像でなんで手にキスさせたんだろうね。俺ものんちゃんにこんな感じでガチギレビンタされたら、再起不能になっちゃうな。絶対ビンタされると思うよ。まあビンタ自体は決して嫌いじゃないんだけどな。のんちゃんの白魚のような指と、雪のような透き通る肌でビンタされたら、具足も思わず焦点といったところだな。はっはっは。そっか、こいつ変態だったな。オタック団員募集中。ご褒美の後の映像は、いやいやビンタの後の映像でも。ご褒美って言ったな。かっこよく飛び蹴りを決めると思いきや、自分よりはるかに小さいミートくんに楽々と逆エビで固められてしまう筋肉マン。私はドジで強いつもりと、歌詞通りの姿を見せてしまう。見せかけの筋肉だと思っちゃうよ。ただ筋肉マンの歌詞の時の映像は、見事なフロントダブルバイセックスポーズを決める筋肉マン。この大胸筋のボリュームはまるでムー大陸。筋肉の固定資産税がかかりそうだな。そして旭日旗のような背景もめでたくていい。だがこんな凛々しい筋肉マンの姿は一瞬で、走って滑って転ぶ、歌詞通りの映像に変わる、むちゃくちゃカッコ悪いですな。やっぱり見せかけの筋肉の、ドジ超人なんじゃないの？確かにドジ超人は筋肉マンの個性の一つなんだけど、筋肉マンの本質はそうじゃないんだ。それは次のサビの歌詞で判明する。え？それは、心に愛がなければ、スーパーヒーローじゃないのさ、筋肉マン、ゴーファイトだ。たとえドジ超人と言われようと、女性に好かれなくて嫌われても、筋肉マンは心に愛を持っている超人なんだ。心に愛を持っているから、筋肉マンはスーパーヒーローなんだぜ。どんなに強くてかっこよくて有能でも、その超人は才能豊かな超人であって、スーパーヒーローではないんだ。愛がなければダメということは。サウザーは優れた格闘家で、強力な支配者ではあったけど、愛などいらぬと心の愛を捨ててしまったから、世紀末救世主にはなれないと同じだな。サウザーのことはよくわからないけど、筋肉マンは心に愛を持っているのは確かなの？あまりにも人のことを考えすぎる。そうやって一番大切な自分の体を傷つけることになると評価されたり、作者ゆで卵先生も、ダメなやつでも頑張ればどんどんかっこよくなる、と筋肉マンを評したり、心の愛でもって他者を考え、いたわり、努力と頑張りで成長していくヒーローなんだ、俺みたいにな。
あんたみたいと言われたら、絶対違うと思うけど、筋肉マンが心優しきヒーローっていうのは分かったよ。お前ごときでは、俺の中の心の愛を汲み取ることは難しいんだよな。というわけでサビの映像なんだが、巨大な筋骨マンの顔に追われる筋肉マン、ミート君と楽しげに、セクシーな女装姿でラインダンスを踊る筋肉マン、地球を持ち上げる筋肉マン、と思いきやそれはただのイメージ演出で、実際は大きめの地球儀を持ち上げることもできない筋肉マン。全然スーパーヒーロー感ないんだけど。本作ヒロインで筋肉マンの憧れの人、二階堂マリシャンを思い、一丁羅に着替えておしゃれする筋肉マン。だけど犬にお尻部分を噛まれて、ズボンに穴が開き起こる筋肉マン。追いかけると親犬が出てきて、情けない顔で涙を流す筋肉マン。それにしてもこのスーツの模様は何だろうね。夕暮れの街並みの上を、真面目な顔をして飛ぶ筋肉マン。夕暮れをバックに筋肉マンの一番の親友超人、テリーマンとその恋人のショーの夏子さん。そしてミート君と二階堂マリさんが、筋肉マンの後を追って飛んでくるんだけど、筋肉マンのおならで落ちていく4名様ご一行、ニンニクがエネルギー源の筋肉マンのおならは、さぞかし臭いと思われますな。何にもかっこいいところないじゃん。俺も見返してみて、ここまでかっこ悪いかとびっくりしたよ。ただ最後の映像は、宇宙をバックの勝利の V サインに、躍動感あふれる筋肉マンで決めた。最後がかっこいいから、なんとなくオープニング全体もかっこよく思ってただけかもしれないな。男の子に人気かもしれないけど、女の人から人気を得るには下品でダメだよ。ちなみに筋肉マンの超人登場ランキング2023年では、筋肉マンは5位、女性人気が高そうなロビンマスクは第2位。ある意味、評価が結果を表していると言ってもいいな。俺の大好きなサンシャインは18位、微妙ですな。ロビンマスクも普通の女子は知らないんだよな。というわけでこれが、コミカルでドジで下品ではあるが、根底には心に愛を持つスーパーヒーロー筋肉マンのオープニングだ。この下品かつおまぬけなジャグと、読者投票で新たな超人を採用するシステムが、当時の小学生キッズに受けて大人気となったんだな。このアニメが売れたっていうのが信じられないよ。タイガーマスクしかり、明日のジョーしかり、リング内で戦う漫画アニメは人気うなぎ登りになるんだよ。それこそがリングの魅力。それじゃあステカイザーも大人気だったの？あ、アスイテカイザーは、カイザー援護のチープなアニメさえなければ、リングでもほとんど戦ってないし。急に歯切れが悪くなるんだよな。正義の暁計画発動中。というわけでアステカイザーを除けば、リングの戦いを書いた作品はヒットするという黄金パターン。そのゴールデンパターン通りに筋肉マンも大ヒットしたのさ。黄金パターンから省かれた、アステカイザーの立場を考えてあげて。そして牛丼を食べるたびに、筋肉マンのことを思い出してもらえたら嬉しいな。というわけでお前も今から牛丼を買うのなら、筋肉マンを思って買うんだぞ。いや、こんな筋肉マンの説明聞いたら、牛丼食べる気が失せたから、カレーの持ち帰りにするよ。カレーといえば超人カレークックだが、対戦相手に頭のカレーを投げつけたり、傷にカレーをなすりつけたりる残虐さ。だが相手がキレンジャーだったら全て食べられてしまうだろう。そして筋肉マンは様々な続編やスピンオフが作られたが、やはり異端のスピンオフ作品、筋肉マンレディーを説明しないわけにはいかないな。筋肉マンレディー？筋肉マンやおなじみの超人が女体化したまさかの公認パロディー作品、あの筋肉マンにエロスや萌えがプラスされた。萌えやエロスをプラス？血迷うってレベルじゃないような。俺の一押しはのんちゃんと同じクールビューティーなレディーロビン、うんこの子ならへの突っ張りは欲しいですよ。への突っ張りとは、言葉の意味はよくわからんがとにかくすごい自信だ、ムカつく。果てない夢を追いかけスーパーヒーローになるのさ。筋肉マンの公式オープニング、エンディング動画が確認できました。概要欄にリンクを貼りましたのでぜひご視聴ください。皆さんにもひいきの超人がいると思いますが、こうした個性あふれる超人が勢揃いしているのも、筋肉マンの魅力だったと思います。私はやっぱり便器マンが大好きです。流された後、どうなるのか誰も知らないというあたり、とっても SF 的でありながら、とってもいい加減なところが筋肉マン的で素敵な超人だと思います。そして今年度もよろしくお願いいたします。今年こそ正義の暁計画が完成すると願っています。そしてグッドボタン、チャンネル登録で暁のオタック団に入団していただけると大変嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。リンダ、今年は今までと違う攻め方をしたかったが、今年最初の動画は今まで通りのマンネリ展開だった。反省しなくてはならないな。そして私の中では筋肉マンといえばマッスル北村だ。筋肉と聞いて思い浮かべるのは人それぞれだな。来週の考察動画は勇者ライディーン。YMO じゃない方のライディーンだ。それじゃ来週金曜日の18時にまた会おう。サービス。